はい、皆さんこんにちは。元気なおじいです。今日は5月17日日曜日、時刻の方は13時46分です。てれててぐいはい、そんなわけでね、今回のタイトルはレンタル Wi-Fi 業界の闇、 The Wi-Fi The End、ね、こんなタイトルでね、今回はもう煽られてます、早くってね、コメント見た方もいるでしょうね。花火さんからね、おじいメールテープ済みです、確認お願いします。おじい、各社の概要を見たらよくわかる、違法なところには電気通信事業者の記載がない、グエヘ、記載あるところもダメなところあるけどね、ということで、まあ、この電気通信事業者の記載がない、どういうことなのかね、こちらの方をちょっとチェックしていきましょう。はい、まずね、花火さんからの命令になります。これ今回の内容ね、これこっちの投稿のフォームで来たから、これそのまんま表でもいいのかな、それとも VIP 用なのかな、どっちなのかなと思ってね、メンバーズ用なのかなと思って、まあ一応表ではおられてるんで表でいいのかなと思ってね、表で紹介したいと思います。ザ・ Wi-Fi の件見ましたね、こちらをご覧くださいということで、はい、ね、こちらの方を見ます。ザ・ Wi-Fi 通信速度低下及び商品出荷遅延に関する重要なお知らせ、弊社はザ・ Wi-Fi をご愛顧いただき誠にありがとうございます。現在ご好評につき多くのお申し込みをいただいておりますが、本日2020年5月15日、ね、おととい現在において通信の混雑による通信速度低下と商品出荷遅延が発生しております。ご利用のお客様には多大なご不便とご心配をおかけし大変申し訳ございません。本件について以下の通り現状のご報告と対応策についてお知らせいたしますので、ご確認のほどよろしくお願いいたします。データ通信の速度低下について現在多数のお申し込みをいただいており、かつ昨今の国内情勢の影響等によりデータ通信のご利用量についても急増している状況でございます。それに伴い現状一部のお客様よりご利用場所やご利用時間帯によって通信速度が低下し SNS やウェブサイトがスムーズに閲覧できないなどのご報告をいただいており、弊社にて確認した結果一定の状況下においてデータ通信の速度低下が認められました。弊社では現在当該当状況を解消すべく通信設備の強化など強化と取り得る手段を講じておりますが、今後も同様の症状が頻繁に発生する場合は契約書面及び注文完了メールに記載のサポートセンターまでご連絡いただければ幸いでございます。商品出荷遅延について、これまでは商品の出荷に通常日程よりお時間をいただきながらも在庫調達の上順次出荷対応を行ってまいりましたが、端末の追加調達について大幅に時間を要する見込みのため商品出荷日程をおかげの通り変更させていただきます。商品出荷日程2020年5月15日現在お申し込み完了日より1ヶ月程度頂戴しております。商品の出荷翌日午前中に配送伝票番号を記載した出荷完了メールをご登録のメールアドレス宛てにお送りしておりますが、上記スケジュールにより大幅に遅延する場合は別途メールにてご案内させていただきます。なお順次出荷手配を実施しておりますため、お申し込みにお問い合わせいただいた場合であっても正確な出荷日日程をお伝えすることが困難な状況です。恐れ入りますが何卒ご理解受けたまわりますようお願い申し上げます。ご理解できるわけないじゃんね、これね。この度は、ザ・ Wi-Fi のご利用に関しまして、お客様各位には多大なご迷惑とご心配をおかけし、重ねて深くお詫び申し上げます。当該状況を一日も早く解消すべく、誠心誠意取り込んでまいりますので、引き続きご愛顧のほどよろしくお願いしますかな。ね。2020年5月15日スマートモバイルコミュニケーションズ株式会社ということでね、直行式ページの方に発表されております。でこのザ・ Wi-Fi は使えねーっていうね、
で近いでって連絡したら、送料そっち持ちだけどね、あのペナルティなしでね、やめさせてやる、その代わり注意事項があるから気をつけるよみたいなね、そういう内容で対応だよっていうコメントをもらったので、1日2日前にその視聴者様の投稿の動画を作ってアップしたばかりですね。その動画に関して、また動きがあったということになります。で、まあ、ザ・ Wi-Fi は結局、まあ、どんな時もと結局同じだよね。まあ、いろんな言い訳をして、まあ、ごまかしてるんだけども、結局は使えねえ。で、ツイッターなんかでも、ザ・Wi-Fi で検索するとわかるように、もう今月に入ってからずっと使えねえとかね、そういう内容がたくさん目につくと思います。実際に使えてない、終わったーっていうね、もうググれば出てきますね。エビデンスは山ほどありますね。そんなわけでそちらの方をご覧になってください。はい。で、ここからが花火さんのね、コメントになります。また辻褄合わないこと言ってるぞおじい。ザ・ Wi-Fi も他社からのヘビーユーザーの流入で、通信量が増えたみたいです。コロナテレワークではないですよ。今回のユーザーの返金について情報があります、ね、今回のユーザーだから、使えねえっつったらね、特別にね、普通に、要は何のトラブルもなく普通に運営できてるけども、そこまで言うんだったら解約させてやるよっていうね、その対応。今回のユーザーの返金について情報があります。5月12日に各通信会社からの通信の容量が極端に増えていることを通告され、 SIM バンク側で SIM の入れ替えを実施し、通信量を制限するが改善なし。昨日ストック容量を全て使い切り、低速で運用、 SIM も調達できない状況になる。今回の条件付きで約金0円で OK した理由は、他社との差別化、他社は非合法とうちは合法なので、ユーザーに満足をいただけないなら条件付きで返しますって感じですね。なるほど。ホームページの内容を突っ込んで言えば、送料着払いに持ち込めると思います。総務省に届け出しているので変なことはできません。この会社は2種の届けをしているレンタル事業者なので、ホームページで顧客が不利益になる情報は発信されているのですが、サポートの内容は非常に残念です。この発表でさらに別の事業者へとどめを刺した内容になりました。違約金を返さない会社の負のレッテルを貼る結果ですね。電気通信事業者届出番号 A-27-14424、 他社と違うのはここです。なので、あのようなお伝え方をしました、ということでね、まあ、ここのザ・ワイフェイの場合はね、まあ、会社がどの道ね、大きいでっかいちゃんとしてるとかって、なんか、そういうのを最初に言ってたから、まあまあ、このところはしばらく大丈夫でしょうって花火さんも言ったんだけども、これがここの会社が電気通信事業届出番号 A27-14424 ってことで、これをそのまんまコピーして、ググると、いろいろね、出てきます。確かにね。なので、ここのザ・ Wi-Fi の場合は、ちゃんとこのね、2種の届け出をしているレンタル事業者なので、まあ、不利益になる情報は、まあ、出せないっていうことなんだね。ちゃんと正規の、ね、ところだから、まあ、変なことはできないっていうことなんだね、これがね。で、この電気通信事業者届出番号がない、いわゆる、潜りなところ、ね。潜りなところが、ほとんどだよっていうことでね。なので、ここのところが、他のところと、こう、ちょっと違うところだよっていうのはね。で、これに関しては、ずっと花火さんが、前々からずっと言ってたんだよね。潜りのところが多いしてね。ほとんど潜りが多い。ね。で、本来は、ね、そういうことができないんだけども、ね、まあ、シナリオだよね、これはね、そういうものに、要は、まあ、利用されるっていうか、まあ、どっちもどっちなんだけどね、そういう感じで、ダーンって感じだね。で、まあ、
校のところは自分のところで、ダイレクトに、ね、届け出を出しているところがちゃんと正規になっているけど、他のところとの違いっていうのがやっぱ出てこないとおかしいっていうね。なのでここの会社の場合はあまり下手なことは表で出せないっていうかね、まあこのようにね、まあ表向きはまあいろいろちゃんとした内容では出ているよね。でただこういうちゃんとしたこう届け出をしている会社がこのような形で対応しているってことは、他のところ汚いことをやってるところね、潜りでやってるところがちょっとやばい状況になるよっていうね、そういうことを今回は情報として出しております。はい、まあ、だけど今回の情報はここまでになりますね。レンタル Wi-Fi 業界の闇、ザ・ Wi-Fi ジ・エンドね、どうなるんだろうね、物も入ってこないね、止まっちゃったっていうことで、で使えない人もいれば使えてる人もいたわけなんだけど、結局どうなんだっていうね、おじいの動画もね、昔の動画よく見ればね、ザ・ Wi-Fi は特別なんだみたいな、ここは大きいんだ、ちゃんとしてるんだってね、そこもみんな同じだよってもうその直感でもう全てでしょうね、クラウドみんなダメ、直感でしょってね、みんなこれをやってるところはね、みんなダメ、腐ってるんですよね、そんなところにすがってもね、ちゃんと乾燥し使えねえよってね、2年縛りの2年間ちゃんと乾燥できるわけがないんだよ。高いものになったね、本当に使いたい時に使えなくてね、そんなにうまい話があるわけないんだよ世の中にね。でおじいがアイビデオとかモナ Wi-Fi とかね、トラちゃんとかやってる時に、通常のこう高いところがあって、で普通の相場のところがあって、でこの格安のものがあって、同じものただ値段をぼったくってやってるばっかりじゃないんだよね。だから品質がいいとかね、仕事的に絞ってないとか、ちゃんとその動画も見ても大丈夫とかね、ゲームやっても大丈夫とか、高いものはそれなりにちゃんとお金をね、原価払ってちゃんと用意してるので、一人に対して割り当ててるから、まあ、お金はかかるけどもちゃんとそれなりのものを提供してると。で例えばキャリア直に比べたらちょっと男なのかなっていうぐらいなんだけど、キャリアがとにかく一番高いってことなんだよね。もうそれにならされてしまってる。で、あ、これで安いんだっていうのは、おじいはもともと電波なんてないに等しいんだからね、そんなものは当てないようなもんなんだから、もう安いと思わされてる段階でもうマインドコントロールされてるねっていうのがおじいの昔からの意見なんだよね。電波なんてものは使う人によって価値観、要は仕事で使ってる人っていうのは、本当1ヶ月2万であろうとも3万であろうともね、経費で通信費はね軽く出します、5万であろうともね、ね、チーキャスなんかでもね、ずっとガン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 やってる時もね、まあ有名な配信者ね、なんとかっちょなんてね、夫10万単位だったら確かね、いやそれもったいないね、なんでこっちにしないのとかってね、まあ言ってた人たちもいっぱいいたんだけども、やっぱりねお仕事だったらお金をかけるね、で品質のいいものを選ぶ、キャリア直の方がやっぱりいい品質で配信ができるからね、レンタル Wi-Fi だとアップロードが遅いので、なのでやっぱ配信者としてはちょっと致命的ってのがあるんだよね。だから値段じゃないんだよね、いかにいい配信を提供できるか、いいものを提供することによってバックしてくる、戻ってくるものも大きいと、視聴者さんが満足できると視聴率も上がる、そしてアイテムもいっぱい増えて結果的に収益を生むことができるっていうね、こういうことなんだね本当ね。まあ、おじいとはね、真逆の世界もあるわけですね。おじいが設備投資をしてもね、元が取れないっていうね、もうそこのスタートラインが全然違うんでね、本当ね。まあ、おじいにしてみたらね、頑張って、このモニターをね、今年は投資をいたしました。ね、で今年はね、もうメインマシンがちょっとなんか、やばそうなんだけど、本当やばそうなんだけど、なんか、LG のモニターを接続すると、よく切れてしまう。ね、おじいはね、昔使ってたモニターをね、飯山のモニターをね、今つけてるんだけど、一度も落ちないんだよ。で、LG をつけると、突然落ちるんだよ。やっぱりね、原因はね、LG のモニターにある。うん。これ、前回もその結論出してるんだけど、たまたまかなと思ったんだけど、ダメなんだよね。だおじい、今ね、悲惨な環境でほら、あんな感じでね、
あの奥のモニターつかない手前にほら臨時でちっちゃい24インチ、 23.5 インチを持ち出して、でああやって使ってます今ね。なのでね、もうもういいかなと思ってね、うん、パソコンもなんか新しいなんかなんだか出たよってこの間山渋さんが言ってたんだよね。まあ、今年はちょっと中身入れ替え行ってもいいかなと思ってます、思い切ってね。まあ、でもね、今こっち側今ね、堀谷さん提供のセカンドの方が、まあ、ちょっとまだいろいろ作業するのにこうね、もっさりはしてるんだけれども、でもまあこれのおかげでこうしてできてるわけなんでね、せっかくいいマシンね提供いただいたんでね、それなりのやっぱモニターも揃えないと、まあ、バランスが取れねえかなと思ってね、やっぱ大正解でしょ、見やすいでしょみんなね。まあ、おじいの当初の予定だと55インチのテレビを買って、それをモニター代わりにして、で立ちながらね買って解説しようかなと思ってたんだけど、まあ、今考えてみるとこれぐらいの、ね、42インチぐらいの、まあ、これぐらいのサイズでちょうど良かったかなと思ってるよ、収まりがね。あんまりねカメラが遠くに行っちゃって収まるようにしても声なかなかちゃんと拾ってくんないからね、なのでちょうどこれがねもういい感じ、バランスだったんじゃないかなと思うよね。いやー派手でしょ、ほらグリン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 って前からも見るとほらもうすごいでしょこれね。そろそろここのカラーチェンジもしようかなと思ってるんだけどね、色変更することができるからねまあ いや、そんなわけでね、まあレンタル Wi-Fi に関しては本当今テレワークでね一生とか、あと授業とかでね一生とか、そういう本当にね使いたい方がいます。であと遊びで使ってる方っていうのは大容量借りると、まああればまあどうでもいいものを無駄に使うかなみたいな、例えば電気とかガスとか水道なんかもね、定額だよって言ったらもうジャーって出しっぱなしでしょね。でもさボンビーガールなんかさ見ててごらんよね、引っ越しする時もさね、都市ガスの方がガス代が抑えられるからとかね、でこうガスもね、ちっちっちってある程度まで行ったらもうなんかこうやってかぶせてね余熱で作るんだってね、ガスも必要最低限ね、でそれまで電子レンジで一回チンって温めてからこっちやった方がガス代の節約になるとかね、でお水もピッチリと出しっぱなしにしないね、歯磨いてる時もちゃんときっちりと止めるね、そうやってねみんな節約してるんだよね。だ電波もね本当に1メガいくらぐらいで、まあキャリアは高すぎるけれども1ギガ1000円とかで、でもねそれが1ギガね100円ぐらいとかさね、まあ10円ぐらいでもいいのかね、有料だったらある程度無駄にしけっぱなしとかね、そういう無茶もあんまりしなくなるんじゃないかなと思うよね。だ本当の意味でまあ逼迫するようなことがあるんだったら本当にそこのところの調整していけばいいんだよね、何でもそうなんだけど。黒猫ヤマトの宅急便もさ値上げしたでしょ、でも業者お金がある業者からはお金を取らないんだよ、末端の一般のお客さんからねお金を取るんだよこれが。だからおじいもヤマト運輸で業者登録ねしていた時っていうのはここら辺の、で、周りの金券だったら、税込みで、ね、500円。で、ちょっとその、はい、飛び出たとこは600円。で、本州の隅っこの方ではね、東北とか九州とか、そっちの方は700円。で、北海道、沖縄は900円。これで分かりやすいでしょ。で、まあ、一部だけ U パックに負けるところがあったから、ここを一緒にしてって感じで、調整してもらって、で箱の大きさとか重さは全く関係ないからね、業者登録するとね、こんなちっちゃな荷物でも最低限の2キロ以内の60サイズっていうことだよね、宅急便の場合ね。これでもうだから160-180だのが2メーターのが持てるね、クリちゃんが持てたらそれで持てて、いちいちこんなので測らないからね、
持っててくれるからね、よっこいしょって持ってっても落ち幅だったら500円、ね、なんで例えばシロトなんかもあるでしょ、ね、シロなんかもさ、ね、買ったりとか、ね、こう落札する時も九州の方の人から買うと、ね、リサイクルショップの人が送ってくれる時は送料500円して、わ500円なんだっつってで買ったんだよね。だから本当佐賀急便で収益登録してるからね、佐賀当時400円からできたからね。で、こっちからね、沖縄とかにね落札してもらって送る時もね900円してね、そんなに安くていいんですかって、いいよいいよって感じでね、もうそのままの値段だからって感じでこうやってやってよね。いやもう他の業者だともう4000円5000円取るんだよって感じで、しなそうだよね、 めちゃめちゃ重たいからね、あれ 重さ制限かなりでかいからね、サイズも160サイズで収まらないからね、めっちゃ重いからね、すごくね。なのでね、そういうなんていうかな、こうお金のある業者のところは全然サービスでお金取らなくて、末端のところだけねお金バーンとこう上げたでしょ。であれはねやっぱねおかしいよねって思ったんだよね。やっぱり一律して業者の方もバーンって上げるとかね、もう大口割引だとかそういうのも微妙にしないとおかしいんだよ本当に。なので同じ運ぶにしてもで重さが無制限で一番ちっちゃな60サイズの2キロまで一番最低限な料金で1個は1個で持ってってくれるから、業者にしてみてはありがたいんだけどね。でもオークションとかああいう出品してる業者はこの一覧表を見てくださいって、お客さん末端のお客さん落札者からは何千円のお金を取るわけだよ。そうでしょ。それで実際に送る時には要は契約した金額しか払わないでしょ。でこれは違法行為なんで、違法行為というかオークションとかでも禁じられてるんで、ちゃんと問い合わせをしてその値段でなかったら返金を求めることができるんだけどね。でも業者によってね一個だけ抜け道があって、全国一律って書かれていたらこれはダメなんだよ。例えば実際に送料が500円しかかかってなかったけどもね、全国一律1000円して取った場合、実際500円なのに1000円取ってなかった、でも全国一律の場合はどこからでも同じような名前、これはね例外として認められてるんで、これがね勉強になるでしょこれがね。なのでね、そういうところから取らないとおかしいっていう。だからこうやってソフトバンクなんかもそうなんだよね。どんな契約でねしかしてるかわからないけども、本当に逼迫してきたらこれ絞るんじゃなくてお金を取ればいいのよちゃんと。だから使わせない、こういろんなことやると迷惑かかるのは末端のユーザーなわけでしょ。だからお金を取ればいいの普通に。だ電波がないと困る、例えば仕事ができない勉強ができない、そういう人たちはちゃんとお金を出すんで、だからちゃんと普通にお金を取ればいいね。だこんな無制限だろなんとかこう やってるのを見てて見ぬふりしてお金でへへへへ、すごく悪くなったらピシャッとかでね、このやり方はおかしいでしょってことなんだよね。ちゃんとした平等な感じで、ね、平等な感じで、あとはそのレンタルワイファイにしても何しても多少の割引がかかって、あこっちで契約するよりは安いよねみたいな、それぐらいの差ぐらいにすればいいんだよ。だキャリアが高すぎるから、キャリアで契約するよりは高いところのレンタルワイファイ業者があって、でそれよりも月額1000円安いのが普通の、ね、まあ、DMM は安い方だと思うけど、ああいうようなところのちゃんとしたお店構えてるフリーダイヤとかあるところのね、そういうところのやつで、であとはもうほら我々のモナワイファイとかね、ギガタラワイファイとか、こういうところのチャットワイファイとか、こういったもう底辺のすごく安くやってるところっていうのはそこで自体もねある程度キャリアに比べたらそんな出ないわけでね、品質で言ったらそんなによろしいものではないので、よくおじコカ・コーラでよく言うよね、キャリアの電波は180の瓶のコーラ、ね、で、格安のレンタル Wi-Fi は 1.5 リッターのペットボトル、ね、まあまあ、昔はすごい極端に違ったんだけど、全然別のものじゃん、こっち薄めてやるって分かったけど、今瓶の方も薄まっちゃってるとか、
だん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 ちっちゃいものから濃くてだん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 薄くなっていったんだけど、今あんま変わらんよね。みんなこっちのペットボトルに合わせちゃったよね、みんなね。なんかどっちかっていうと昔のような感動がないよね。ああなんかもうグワーッとクシャーって行きたいから瓶いっちゃおうかみたいなね。当時50円とかね、50円とか60円でこうグワーこれこれなんて言いながらね、もう鼻から抜ける炭酸の近く、うわこれが違うみたいなね、カレーみたいな、すごく美味しかったよね。まあそんな感じでね、なんでやらないだろうなと思うよね。なのでこういうところはね、どんな会社が運営していたとしても、ソフトバンクのものを使っているので同じなんだよ。だからここは会社が大きいからとか、こんな事業で有名だとか、ここはスマホで有名だとかね、いろんなものがあったでしょ。だからそれは関係ないのよ全く。だからうちはこうだからね、こうだよっていうのはね、あんまり通用しないんじゃないかなと思うよね。だからね、まあこれもね、みんな同じです。結局は結果みんな同じでしょ、ね、そういうことなんだよ結局同じ、ね、であと悪い代理店から仕入れていたところは全部なんだかんだ言いながら同じで、ちょっとお金をねそれで調整しようと思っても、そんなもんでなんとかなるぐらいの、そんなアマチュアのもんじゃないというか、そんだけ悪どい少ないもので悪どく儲けようとしていたわけだから、ちょっとやそっと上乗せしただけじゃ、いやもうこれ なんともなるわけないじゃん。そんだけ悪気な商売してたってことだよ。100人分のお金をね、10万件を発行してね、売ってその時に頑張って儲けたんだからね、そりゃ大変な混んでよ、お客さんいっぱい来るんだから、お腹すいたっつってね、ちょっとやそっとカレー追加したところで行くわけないじゃんね、カレー粉なくなっちゃった、当たり前の話でしょこれね。はい、そんなわけで、今後どうなるんだろうね、本当ね、この会社はどうなんでしょう。一応つながらねえからって文句を言うと、解約はちゃんとできるらしいのでね、もうちゃん と入手の届け出をしている会社なんで、下手なことはできない。問題になるとね、一応ダイレクトにペナルティー食らっちゃうのでね、下手なことはできないということで、まだここを選んだ方の方がまだ後々あまりこじれないで済むんじゃないかなっていうね、そんな感じがするよね。はい、そんなわけで、花火さん今回はこんなところでしょうかね。花火さんからねガン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 煽られたんでね、本当ね、おじいですよね、もう早く早く早くって感じでね、おじい忙しいんだよまだ、ペンキ残り塗らねえと明日雨になっちゃうし、もう体中痛いんだよ本当で、天気でよいし取んなきゃなんないとこまだいっぱいあるんだけど、詰まってんだよおじい苦しいんだよ、で明日病院行かなきゃなんないしね、大変なんだよ、時間足ねえんだよ、ね、はい、そんなわけで今回はここまでになります。参考になった方はグッドボタン、暇つぶしになった方はいいねを押してください。他の動画もいっぱい見てちょうだい。チャンネル登録もよろしくね。おじいでした。またねー。ぐぃー。